平野紫シ神宮ジングウ滝沢秀明の飛べ合流がもたらす未来への期待。ジャニーズ時代の再会がファンの期待に火をつける。日本のエンターテインメント界において、平野紫シとジングウジたの名前は数多くのファンによって親しまれています。もともとキングピンス、キンプリのメンバーとしてジャニーズ事務所に所属していた二人は5月22日に同事務所を退所し、 新たな一歩を踏み出しました。そして、元 V6 の三宅健が滝沢秀明氏が手掛ける新しい事務所、トべ、トゥービーへの合流を発表したことで、新たな興奮がエンターテインメントシーンに広がっています。一方で、滝沢氏との共演が囁かれている平野と神宮寺。果たして、これからの展開はどうなるのでしょうか。滝沢氏との合流、報道の衝撃。 2023年2日、元 V6 の三宅健が戸辺への合流を発表し、これに伴い平野市王と神宮寺優太の合流説が報じられました。ジャニーズ時代、金プリとして絶大な人気を誇っていた彼らが再び滝沢氏とタッグを組む可能性に、多くのファンが歓喜の声を上げています。 週刊女性の6月20日の報道によれば平野と神宮寺は滝沢市の新事務所とべ、へのエージェント契約を結び、7月には正式発表される予定とのこと。ネット上では期待の声が広がりつつありますが、果たしてどのようなプロジェクトが待っているのでしょうか。滝沢氏と金プリの接点は、一部の報道では、 平野と神宮寺が滝沢氏の元へ合流する可能性が取り沙汰されていますが、一方で業界関係者は慎重な見方を示しています。ジャニーズ時代に滝沢氏がプロデュースしたスノーマンやシクストーンズ、トラビスジャパンといったグループとは異なり、キンプリとは接点が少なかったとの指摘があります。 芸能事務所関係者の一人は一部の仕事をサポートしてもらう形になるのではないかと語り、エージェント契約が現実的な道である可能性も示唆しています。7月2日には重要なイベントが、7月に正式発表が予定されているとされる平野と神宮寺の合流ですがなぜこのタイミングでの発表が控えられているのか疑問が生じ、 芸能事務所関係者によれば、7月2日には長瀬廉さんと高橋海人さんがファンミーティングを開催しており、新生金プリとして初めてファンの前に立つ重要なイベントが同日に行われていました。このため、平野と神宮寺が同時に止めへの合流を発表すれば、ファンの中には混乱が生じる可能性があるとの見方があります。二人はベストなタイミングを検討しており、 今後の発表に注目が集まります。海外進出の夢に近づく。昨年11月に金プリ脱退を発表した際、平野らは海外進出への夢を抱いていたことを明かしています。戸部との提携が実現すれば、滝沢氏の手によりトラビス・ジャパンが全世界にデビュー曲を配信するという快挙を達成したことを考慮すると、 海外進出に向けた的確なサポートが期待されます。業界関係者は滝沢さんと関わることで平野さんらが自らの夢を実現する一助になるだろうと期待を寄せています。平野と神宮寺が新たな夢に向けて歩み出す過程が今後の発表で明らかになることでしょう。平野市要と神宮寺ゆうの未来に注目が集まる。 ジャニーズ事務所を離れ、新たな挑戦に臨む平野塩と神宮寺優太。とベとの提携が果たされれば、彼らの新たな夢の舞台が広がることでしょう。7月2日の発表を機に、ファンたちは二人の未来に期待と興奮を抱きつつ、新たな一歩に注目していることだろう。これからの展開に期待が高まります。これからの